ぬくいですよ、温泉やと思うんですけどね。すごいそうなんですよ。めちゃくちゃになるね、みんなが。私秋田県の展覧会に全国あちこち行ってるんですけど、こういう施設は今のところ珍しいじゃないかと思いまして、町に陳情しました。もうだいぶ人気も出てきましたし、ようやくもちょいちょい入ってきてますし、はい。今日は私たちは奈良の方から参りました。奈良県。最初はちょっとねびっくりしてるみたいだったけれども、気持ちよさそうに入りました。日本犬に限らず、洋犬でもね、ミニダックスとかチワワとかたくさん来ますけど、もうみんな気持ちよさそうにしてます。